ときまえです。エレベーターで上の階に行けば行くほどカロリーが上がってくエレベーター大食い。ビルを貸し切らせていただいておりまして、特別な許可をいただいて撮影しております、はい、このエレベーターでですね、スゴロクの容量でサイコロを振って、はい、で何回上がるかっていうのを決めて、はい、最上階を目指します。スゴロクのルールなんで、最上階のぴったりの数字出さないと降りてきません。で、降りた階には食べ物が置いてありますので、それを食べてください。上の階に行けば行くほど重くなる、しんどくなる、そういったことでございます。ということで今回、皆さんに大食いをしていただくんですけども、ルールがございまして、ある階にルーレットを用意してあります。一つの階だけちょっと変わったものっていうものを用意してありますので、それをルーレットで決めたものを食べていただきます。各階になんですけども、全部で7食ずつ用意してあります。1階の階が7食分全部なくなった場合、その場でまたスゴロクを回していいです。免除になります。なるほど。一番上に関してはぴったりと思わなきゃいけない。そうです。まあもし超えちゃったら一番下に行くって、そういうことです。下手したら一発でいくっていう可能性もあるわけです。可能性もあります。なるほど。桃鉄みたいにぴったりいかないと、ちょっとうるさいですしな。1階からスタートということで、サイコロ振ってください。はい、一斉に回しますね。はい、一斉のせ2回です。1、4、6です。ヘンチョの場合6が出たので、ヘンチョは1階からのスタートになります。早速やっていきましょう。シャン。ここは撮影用に回答控え室なんですけど、実際には地下1階、今回のルールでは1階になってる場所ですね。結局大食い早食いの人だけど、これ運だから一番大事なの。わかる。眠てぇじゃねえよてめえ。何その顔。えということで、私4マス進んで、まあ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 いいでしょう。はいはい、ではですね、まあ、今実質、1階なんですけども、まあ、B1 階からスタートということで、まあ、1階にいます。スタート。おっしゃ。おー、さすが。おお。さっき、とりあえずこちら、チーズバーガー。やばい。1階の食べ物、金つばですね。え、待って、カロリー増えてくんだよね、これ。うん。1階で152キロカロリーあるよ。最初にお伝えした、はい、食べ食いゾーン。バラバラなんだよ、この、はい、当たり目があったりとか、納豆、これ納豆きつくね。こちらルーレットがございますので、どうぞ。じゃあ行きます、回しますよ。ルーレット行きます。いきなりこういう感じ、怖っ。やばい。いただきます。いただきます。え、でもこれ見て、どっから今初めて食ったの。一緒に食べます。ガウド怖っ。はい、はい、何でしょう。カルパスでございます。カルパスラッキーじゃん。俺ここでさ、いきなり納豆とかやったらさ、あ、マジで終わると思った。の、入ったらもうどんどん行っちゃっていいもんね。そうです。最高に一緒に振ろうよ。やば。出し抜く。貴様を。まあまあ、こんな感じで。こんな感じですね。じゃあ、ちょっと行っちゃいます。うん、うまっ。行きます。3です。入った。行きます。ほい。3、え、一緒なんだけど、今井戸一つです。やば、動いた。どんどん回してないの、上がらないじゃん。俺すっごいさっきから自分の顔どうってどうしちゃってさ。だからなんだよ。やばい、マジでね、今ずっとなんかおかしいんだけど、テンション。はい、行こう。あ、じゃあ次、また回します。何が出るかな。6、2の6だから3階に行ってもらえば。あ、ナイフポイント、はい、ってことですね。いや、これきついぞって感じで、いきます。早速おー、2って感じで、じゃあ僕あの今から地下行きます。あ、ほんまにほんまにほんまによし、行こう。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。パチパチシバーガーいただきます。でも一番でかそうだな。はい、ということで僕はあの地下なんですけども、はい、何ですか。え、2人下降りたってことは地下1階行ったってこと。一緒に、アイビアです。はい、2階です。えんちゃんは。え、4階です。あ、4階、近いね。4階です、もう。おい、食いにくいやつじゃねえかよ。こちらですね。はい、むっちゃ食いにくいんだけど、これ。はい、ということで俺は2階着きました。まあ、2階というか、まあ3ですね。では、ここからまた食べていきたいと思います。うん、早く。結構これあれだから時間かかるやつだ。いただきます。まだ美味しく食べてます。いただきます。は
やばい、かなりタイムロス。まあお腹減ってたからね、まだこれぐらいだったらでこのままゴールしちゃいたいな。早お前。はい、ごちそうさまでした。次のサイコ回します。ほい、 6? こっから6進んだら何回？あ、はい、回します。1。このさ、エレベーター動いてる間も待ってるわけじゃん。これがかなりね、ロスですね。今3回いたんで1、2、3、4、5、ゴールや。あと1口。あ、答えないです。では次行ってみよう。はい、ではまた回したいと思います。1位です。え、どうした？俺嘘つく嘘つくの絶対。ごめん、上がった。ごめんですか？ごめん。え、上がっちゃった。あ、これしんどいな。じゃあサイコロ2です。待って、またあのお菓子食べれるんだ。あ、でもいいじゃん、お菓子食べれるのか。お、すげえ。はい、1回ですね。さあ、ということで、こちらの回がパスだよ。ダメです。納豆は出たくない、マジで。いきます。やめろ、納豆、納豆やめろ。いや、いや、いや、カリカリコーン。はい、こちらです。待ってよ、これでかいしさ。お前誰こいつ、ね、ここ今3階、まあ実4階なんですけども、ここにあったのがタルタルフィッシュバーガーだったりとか、スナチラーチーズバーガーとかあったね。チーズバーガーかな。じゃあ僕一番上にあった唐揚げ弁当いただいてみたら、この階に来るのが遅ければ遅いほど弁当冷めるぜ。弁当冷めたらきついぜ。いただきます。やばい、ここの階からマジでルーレット。今日は雨だからさ、それもあってね、結構冷えるんだよね。水もないし、もうベッド冷えてるし、しゃがみ込んで食わなきゃいけないし。あ、行きます。だけね、一マス進むだけかよ。さっきまでウサギみたいなぴょんぴょんね、すごい大きい数字あったりさ、急にカメさんになっちゃったよ。やばいなぁ。これどんどんお腹いっぱいになってさ、一マスずつしか進まなかったらもうしっかりとだいぶ冷たくて、マジパンがパサパサ。これやって、青いテープペニクいらっしゃい。よう、どうぞ。地獄の世界。ペニク、覚えてますか？ルーレットタイムのお時間です。ルーレット、はい、当たったものを食べてください。あ、わかりました。じゃあ行きますよ。はい、納豆でございます。納豆3パック取る。うん、ラスト一口。俺ここでもう上がるわ、マジで。1から6で終わりやから、今この瞬間見届けてください。ほら、マジか、一番下じゃん。4回見れば全部で5フロアしかないわけだから、もう3分の1で上がれるんだ。なおのね。はい、ラスト取って。やばいな、6回。はい、一番下は何かというと、金粒ばっか。いただきます。あんま。いただきますよ。あ、はい、いきます。3? あれ？あれ？最初回です。来た。ボタンどこ？ボタン。上がりやわ。やばいでしょ。クマがもう先に上がってんの、ね、半分ぐらい。ヘンリーベーケン。じゃあもういただきます。おいしいぜ。あんま、お茶とかさ、コーヒーとかさ、牛乳飲めば最高なんだけど、飲み物そういえば用意してなかったんだよ。きた、どう、弁当マジ、弁当結構マジってなるやつ。お前全然食ってねえじゃん。この手の企画のさ、何周もしなきゃいけないルールでさ、普通に弁当1個置いてあるのよ。やばくない？やばい。あ、はい、何とか食べ終わりました。では次、また回したいと思います。4個い。また2回、1つ上か。マジかぁ、これやばっ。あんた早いんだよ、絶対勝つつもりか。やばい、はい、どうも、ただいま。ただいま、戻りました。うちまやさん、ここ楽しいとこする。さっき行き渡りどうだった？あ、いや、納豆なくなった。変化がいいだった。さあ、ちなみに、A ちゃん、クマさん、最上階です。
マジか。俺がここで出したら2人勝てるってことだ。勝てる。当たり目です。当たり目です。はい。じゃがりことかチップスターとかその量食べやすかったから。何が当たり目なことを言ってるんですか。マジ何やこいつ。当たり目マジ切ってんだよ。え、思ってた以上。え、じゃあ待って俺噛み切れないやつよ。ああ、口の中あるな。こんなになるやつや、これ。あ、私は1位でございます。1位です。優勝です。あれ嫌いだ。いや、ちょっとしんどいんですけど。お前そうやってな、余裕だと思ってるからだな。汚いこいつ。そこや、マスターに報告しますか。ああ、何言ってる。あ、僕です。ダリーがすげえスピードで行き始めたんですよ。で、何を思ったか、僕唐揚げ弁当選んでたもんでスピード上げられなくて負けられました。大逆転です。あと残り2人で B を決めるまで。じゃあ僕食べ終わったんで4票。はい、フェリーは3が出れば上がり。あー、4です。ということで1回どうぞ。はい、1回1回、はい、マジかよ。よし、俺これで俺次当たれば終わりでしょ。そうです。3が出れば。ちなみにヘンリーこれ何個目？3回目。これ3つも食ってんの。え、マジしんどいよ。いいえ、ヘンリー急げ急げ、勝とう勝とう。オッケーオッケー。イエー。もう一口でいった。早いね。4。いや、足いった。これでヘンリーがサイコロで4出せばヘンリーの勝ちですよ。じゃあ、行きましょう。大丈夫ですよ、口の中入ってない。じゃあ、行きます。はい、ヘンリーくん5。あと、いけ、ヘンリー。じゃあ俺いただきます、うん、もし仮にジュニアさんここに来たらさ、うん、サイコロ振るだけでしょ。そうだよ、ないからもう。さっけ、マジかよ。あの前は頑張ってるから。うん、お前食うの早っ。もうなくなったの。うん、当たり目きついやん、噛みつけんやん。じゃあ持ってくか。はい、これで4出ればいいんだよ、ヘンリー。あ、はい、3ですね。3ね。ってことは4回か。いや、もう出して、もう出して、もう出して、いきます。もう終わりたい。マジか。ここ、え、必ずここ3階はこちらのね、あのバーガー系ですね。で、2階が一番外れじゃん。トッポ回数重ねてるから、マジの中やばいよ。やばいっしょ、だから。さあ、果たしてどちらが先に上がるのか。トッポとかっていっぺん食べるもんじゃないじゃん、こんな。いや、俺は3本ずつぐらい。オッケー、いった。どうぞ。はい、あと1が出ればね。いけ。はい、地下です。浮き前はさん、どこいんだろう。まだいんのかな、あの人。多分1回だな。まだいる。まだいるんだけど、あの人。降りてた。何してんの、あんま。いや、言うても俺これで5回目で放ってんの、うん、こちらはもうサイコロ振るだけです。じゃあ、車や。はい、どっくらサイコロ振りますよ。はい、はい、4が出れば OK だね。おめでとうございます。やってんなよ。え、何してんの。食い終わったんでしょ、だってもう一回5を引いて感じます。さあ、ということで、ヘンちゃん、じゃあ、行きますよ。うわ、マジか。この回結構嫌だよね。はい、上がりこです。うわぁ、マジ、浮き前歯さんに買ってなんか袋もらおうと思ってたのに。なんでそんな話してねえけど。あ、2、5、ラスト、5、5、5、5、5、2、なので、1個手前でストップです。で、またさっきあれか、ハンパーな系か。いや、ヘンリー、追い越そう。もうここで終わらせる。じゃあ、まだまたじゃないの。うわ、あと少し。結構食ってるっしょ。これで6か7ターン目だよ。スダチだ。ソーセージ。いけいけ、頑張れヘンリー。あ、きつ。じゃあ、いきます。はい、3ね。同じ回です。12、同じ回です。すごいね、狙ってる。あら、何してるんですか。ワルシパン、マジか。結構モニーやろね。やばいっすよ、なんかもし、上に行っても足りてるか不安ですもん。袋
った。あら。頑張れヘンリー。1か6出れば終わりだから、もう。じゃあ行きますよ。さあどうなる。1か6です。あ、大丈夫ね。はい。はい。ヘンリーさん、急いで上に行ってください。やばい。じゃあ遅いです。やばい。もう来ちゃう。やっと来た。最上階ですよ、これが。ついに。デッドヒートしたい。行くよ。今回ります。一丁目です。6。よし。ここに来て。マジか。おへんと。やばい。けど変で落ち着け。いろいろ種類あるから。もう決まってる。これ食べます。これね、マクロージ。変に結構お腹いっぱいあると思うから、ワンちゃん勝てるチャンスあると思うんだよね。あれ？うわ、やばい。来た。いや、マジかよ。ちょっと待って。マヤカさん、選んでる暇ないんですよ。選んで暇ないんですよ。選んで暇ないんですよ。というか、余裕ぶり。いや、なんかもう、ここまで来たらもう、一緒に食べて、どっちが早いかちょっと。ああ、確かに。ちゃんとね。フェア精神ね。よーい、スタート。ここでヘンリーが止まってるぞ。もう少しじゃない。ヘンリー早いね。ヘンリー早いんだけど、ちょっと待って。あれ？前川さん進んでますよ。変わってない気がするんだけど。ヘンリー早い。さあ。本当やばい。前川さん大丈夫？ヘンリー終わっちゃう。いいよ。早い。やばい。これが最後の。前川さん、やばい。今持ってるやつで終わりだって。今持ってるやつで終わりだって。もうこれでおしまいです。だんだん口に近づいてますよ。どうすんの？いいよ。ああ。まだ口の中に入ってるから、まだ。もう。何？さあ、ヘンリーが。はい。ということで、再会は、ゆうきまいまさんです。いや、惜しかったですね。いや、惜しかったよ、結構ほら。ああ、マジかよ。最後は、じゃあ、まいまさん、締めてもらいましょう。この動画面白いと思ったら、登録チャンネル登録。どうした？